隊を三つに分けて主力は迂回、初手次第じゃ交代だって？臆病者かよ。なんて言った？は？お前今なんて言った？僕のどこが臆病だ？これは劣気とした作戦だ。それをよせよ体温。話せ。コロニー13は未知のコロニーだ。データも揃ってない。慎重すぎんだよお前は。まだるっこしいって言ってんだ。見ろあれを。今食わなきゃいつ食える？時間がねえんだよ俺たちには。それはなあ体温よ、俺たちは黒金のラムダだぞ。イスルギ軍務長を率いるコロニーだぞ。名も馳せていないコロニーなんざ脇腹からつけば一撃だ。違うか？要は勢いだ。度胸なんだよ大事なのは。なるほどね。陽動部隊が敵を引きつけて本体は知性的に防備が手薄になっている側面から進撃、これがベストというわけね。体温。あ、はい、そうです。そっか、あなたがそう言うのなら決めましょうね、イスルギ。うん、君が良しとするなら異論はない。いいな体温。あ、はい。軍務長、作戦課長、そろそろキャッスルから新しい執政官がお見えになる時間です。わかった、すぐ行く。あら、もうそんな時間？ナミ、まだそんなものを使っているのか？まだとは失礼ね、イスルギ。機械式のこれの方が瞳の時計よりよっぽど正確よ。黒い霧にも影響を受けないしね、タイオン。え？あ、はい。何も見えない。小隊長、どこですか？小隊長、体が。南の地下水脈から外に出られます。君たちはそこへ。ナミさんは？私たちはここで敵軍を阻みます。バカなこと言わないでください。無駄死にです。体温。ナミさん、君たちには未来がある。成人となるその日までどうか生き延びて。これを。そんな、ダメです、ナミさん。いい、生き延びるのよ、体温。必ず、生きてコロニーに。体温、何してる？急げ！でも、体温！ナミさん！ナミさん！ナミさん！
瞳に頼りすぎなんだよ、やつは。だからああいうことになる。不運に尽きる。策は正しかった。黒い霧さえ出なければ。肌感だよ、肌感。目は前にしかついていねえ。だから遅れる。音、大気、呼吸、そういうもんを感じ取れりゃ瞳は必要ねえ。その割にはあっけなく引き下がってきたじゃないか。そこは棚上げかい？棚上げはよくないんだな。はあ、俺はやられちゃいねえぜ。制限時間いっぱい奴らと遊んできただけだ。言い訳は何とでも立ちます。どういう意味だよ。お取り込み中ちょっといいかな。次は僕一人で行こうと思うんだけど、ダメかな。直接その瞳で見たいってか。まあね。おまけにコロニーラムダはイスルギだろ。そっちでも面白そうなことあるしね。ね、いいよねみんな。